皆さんこんにちは2018年デルジュン卓研師スマート合格講座卓研業法第1回講義を始めたいと思います担当はレック専任講師の友次ですどうぞよろしくお願いしますさて 権利関係編から聞いてくださっている方は三十一回目ということになりますねまあ業法から聞いた方はここが最初ということになると思いますけれどもさて、えー、今回からですね使用するテキストがこちらですね、えー、デルジュン宅建師合格テキストの、えー、第二巻ですね宅建業法編こちらの方を使用してまいります、えー、まああの権利関係編の方ではないので気をつけてください第二巻ですねであのこの 1>, 1巻2巻3巻というふうにこの「デルジュン探検誌」の合格テキストというのは全部で3巻、えー、3冊あります。で3冊あって3冊あってこの第2巻が一番薄いんですね。うん、えー、一番薄いんですけれども、えー、考えてみるとですね第1章。 例えばですね、えー、権利関係編のあの第1冊目からですねこれ書かなくていいですよ、えー、第1冊目から、えー、14問出るんですねで、えー、第2章宅建業法から20問出ますで第3章第3冊目ですね、えー、法令上の制限税その他のところから、えー、16問出るんですね、うん、でこれで合計まあ50問ということになるわけなんですよ。そう分かりますねテキストが 一番薄いのに。出題が一番多いんです。わかります。ということはですよ。ここ。しっかり押さえておけば、高得点を狙っておけば。合格にかなり有利になるということはわかりますよね。そう、この狭い範囲から二十問出るわけですからね。で。この二十問に関しましては。 こちら、えー、最初のところのガイダンスのところをご覧ください。20問出てくるんですが、20問出てくるんですが、そのうちの18問程度は取れるようにしておいてもらいたいんです。つまり宅建業法って。 ほぼ満点を狙うぐらいの気持ちで勉強してていってもらいたいたんですねそこが権利関係とのズレなんですよ権利関係は14問中9点まあ半分ちょっとぐらいを取れるように頑張りましょうとちょっと半分の7問だとちょっと物足りないかなと、えー、7問よりもちょっと12問上乗せした形で取っといていただければなっていう形だと思うんですけれども卓権業法に関しては20問中18問を得点目標。つまりまり、あ に満点を狙うぐらいの勉強をしておかないとちょっと厳しいかなっていうところはやっぱり出てきますそれが宅建業法の勉強のまずは一番最初に頭の中に置いておいてもらいたいことなんですねだからテキストの3ページのところなんかでもですね宅建業法狭い範囲から多く出題されている科目ですという風に書いてありますよねちょっとこれ見ましょうか狭い範囲から多く出題されている科目ですというのも 出題数が20問と多く他の科目と異なり宅建業法法法び住宅貸し担保利行法といいう法律だけが出題されているからですとそして宅見志試験は宅見業法でどれだけ点数を稼げたかで勝負が決まると言っても過言ではありません実際合格者は8から9割16点から18点程度得点していますなお宅見業法は引っ掛け問題が多く出題されているという点にも注意する必要がありますというところなんですね まあ、権利関係は難しいんですよ問題がで問題が難しいんですけれどもまあそんなに悪質な引っ掛けはないんですよね。本当に知ある意味、まあ、知らなかったら手も足も足出ないっていうね、えー、知ってたらいけるでしょ知らなかったら手も足も出ないでしょっていうのがまあ権利関係のまあ何て言うんですかね、えー、特徴なんですよ。でそれに対して宅権業法というのは「ああ知ってる知ってる」って,るって言ってポーンと取って ただ実はひっかけだったお手つきだったという形になることが多いんですよなので問題どれだけ解いているのかっていうのが、えー、ポイントになってくると思ってくださいですのでまあ、講義を聞いてそれでああなるほどねでは足りなさすぎます実際に試験問題に当たってみて こういうい引っ掛けしてくるのとである意味あの引っ掛け方もある程度パターン化しますので、えー、こういう形で引っ掛けてくるのねっていうところのパターン化もしますので問題見ていくと、まあ、引っ掛けののセンサーみたいなのが働いな働てきます、えー、どうせここで引っ掛けてんでしょみたいなところはですねまあ見てわかる通りになってくるので、まあ、そこら辺問題解いていってくださいねっていうのがまず1つ目。でそれからですねこちら8ページのところご覧ください。 出題傾向です、ね、まあこれ、えー、見ていただいて分かる通りまあ権利関係のところはね結構星が偏っていたりとかですよここがね、えー、出やすい出にくいっていのあったと思うんですけども,もう一度言います狭い範囲で20代なのでそう全部出そうとすれば出せるんですよねこれ。ですのでこれ星がついてない方がレアですよね。分 <laughs> かります星がついてない方がむしろレアになってしまってるんですよ。ということで。 まあ基本全部出るというふうに思っておいてくださいはいここで二つ大丈夫ですね全部出るプラスそう高得点が要求されるイコールそう何が言いたいのかというと捨て分野を作れないということなんですよいいですか 捨て分野を作ってしまった瞬間に、えーね、得点は伸び悩みますからこの業法で捨て分野を作るとまあ合格は結構厳しいかなと、えー、言わざるを得ないと思いますんでね、えー、気をつけておいてください。ま,あ、あのまた法令上の制限のとかでも話すんですけどあのみんなね宅建業法を制するものはね宅建試験を制するみたいな言い方するんですけどあの実際は、えー、と宅建業法を制しても、えー、宅建試験は制することができません。 あの勝負は法令上の制限前送のためなんですよ、えー。なんでかっていうと理由は簡単で法令上の制限前送のたが一番点数の差が開くからなんですね。あの権利関係ってある程度みんな苦手にしちゃうんですよ。で苦手にしちゃうのでまあそんなにあのー、なんていうんですかえー、高得点取る人がいない以上、えー、バリバリに差をつけられるっていうこともまあまあ考えられないんですよね。で逆に業法ってみんな高得点取るんですよ。みんな高得点取るのでまあ。 これができなかったら落ちちゃうかなっていうのはあると思うんですけどこれができるからって受からないんですよ、うん、なのでそういう意味ではあの業行が駄目だ,だ,、はいえー、だったらちょっと合格できないぞってだけの話で、えー、業法で、えー、合格点を稼ぐっていうそのやり方は無理なんです。はい えー、勝負を決めるのは法令上の制限税争の他なんですね、えー、ですのでまあちょっとそこも頭の片隅には置いといてくださいまあどうしてその法令上の制限税争の他が、えー、合否を決するのかっていうところについてはまた法令上の制限の概ンスのところでまあちょっと詳しくしゃべりますけれどもね、えー、ですのでまあ高得点取れるからっつって油断はしないでください、えー、周りも結構高得点取りますこれ、えー。そこはちょっとね、えー、勘違いをしないように気をつけておいてください。 さあそしてですねまあちょっとね何気に脅しましたけど <laughs>、えー、まあそんだけ気合い入れてやってくださいよって話ですよはいでまあそれはそれでいいんですけれども,もそもそも宅建業法って何なのかっていうところからまずはちょっとお話をしておきたいと思いますで、えー、宅建業法というのはですね宅建業まあいわゆるその不動産業とかですよねまあ 完全にイコールじゃないんですけど、まニアリーイコールだと思っておいて、今のところは構いません。えー、今のところは構わないんですけど、まあちょ強化、うん、次回ぐらいにあ違いはなるほどねみたいな感じになるとは思いますけれども、まあ、えー、不動産業者みたいな人たちとまあ一般の消費者がですね、えー、契約をするわけですよねで。 業者さんはそれはもう不動産取引のプロフェッショナルじゃないですか、ね、日々その仕事をずっっとやってるわけですよねそれに対してお客様って一生に一度あるかないかの買い物ってことになりますよね土地や建物買うっていうのはまあ大抵の方にとってみればですよ。というふうになりますのでどう考えてもプロ VS 素人の戦いになっちゃうんですよ。 ね、プロと素人が戦った時にですよ考えてみてくださいねえ、ね、プロ野球選手と少年野球チームが戦おうって言った時にプロ野球チームが絶対勝つに決まってるじゃないですかねそういう場合に必要なのなんですかそうでしょうハンデですよ、ね、ハンデがあってて初めて対等にななるんじゃないですかということでそう。 この宅建業法も不動産業者の方にあれやっちゃダメですよこうしなきゃいけませんよって言って規制を加えるんですよ。で規制を加えてってお客さんを守っていこうと。ねえー、業者が変に騙したりすることのないように業者はこういう風な手続きを踏まなければいけません業者はこういうことをしなければいけません業者はあれこれやっちゃいけませんという風に決めとくんです。でそうするとまあ 対等になりますよ、ねまあなんか権利関係の着地着火となんか似たような説明になってますけどまあ結構その民法だけではね何、えー、ともいかないところをですね、えー、直そうっていうところがまあやっぱあるわけですよ。でその感覚を持っていると大体分かってくるのかもし分からない問題があったときに不動産業者に有利な内容であったらそれは多分罰かなと。 ね、で一般のお客様に有利なものであったらそれは多分丸かなというふうに、まあ、ある程度センサーをつけておいていただけるといいかなっていう感じになります。 なのでそれでちょっとね、えー、業法の問題もしわからない問題が出てきた時には解けるようにしておくと、まあ、正解率は上がっていきますよっていうのがまず、まあ、考え方の根底にあると思ってください。まあ、基本的にはその、ねえーまあ、言い方は悪いんですけれども、えー、なんかね業者者の窓かのからでですすね、えー、か弱い一般消費者を守ろうとしてるんですよ、ねえー、それがまあ、宅建業法の基本的な考え方だと思っておいてください。 はい、まあその感覚で解いていくと、まあ、解きやすいのは事実なのでね。で、えー、まず今回と次回、えー、まずこの2回を使ってですね何をやっていくのかというとですねその「宅建業法の宅建業って何っていう、えー、その根本的なお話ですね。 はいえー、そこを今回の次回2回かけてですね見ていきたいわけでございますよ。まあ、そもそも卓研業って何なのか分かんなかったら卓研業法も分かんないでしょうからね。はいうところを今回次回合わせて見ていきたいと思います。まず卓研業これは何かと言いますとですねはいこちら卓研業卓研業ってみんな言いますけれども正式名称は。 宅地建物。取引業というものなんです。で、この宅地建物取引業という業務をするためには、実は免許。 必要とします免許がないのに宅建業の、えー、仕事をしてはいけないというところになってくるんですね、えー、宅建業をするとき、えー、宅地建物取引業をするときには免許が必要ですよ免許がないのにやっちゃダメですよまずここが、えー、ポイントになってきます宅地建物取引業をするときには免許が必要でで、宅地建物もう一度言いますよ宅地建物のいいですか 取引のいいですか宅地建物の取引の業をする時には免許が必要なんです。ということはですよ。ということはですよ。言い方変えるとこういう言い方をすることができるの分かります宅地建物の取引をしていてもそれが業じゃなければ免許いらないんですよ。 免許なしで勝手にやっていいんです言ってることがあります逆に宅地建物の業をしていようともそれが取引じゃなかったとしたらそれ免許いらないんです勝手にやっていいんですもう一度言います宅地建物の取引の業をするときには免許が必要なんですじゃあ皆さんがね、えー、思うのは宅地建物かどうかをチェックする 取引かどうかをチェックする行であるかをチェックする全部丸がついたら宅建業、免許が必要とということになるわけですね。逆に言えばどれか一つでも罰になった瞬間に免許はいらないということになります。でこの宅研業法20問のうちの1問まあほぼ毎年出てくるものとしてはこれこれをやろうとする時に免許はいりますかいらないですかっていう問題なんですね。 なので皆さんはまず宅地建物かどうかを検証取引かどうかを検証業かどうかを検証しなければいけない。ということは宅地建物って何なの取引って何なの業って何なの ここのつつににいいいてててちゃんととと知っっおかななままずいですよってことになりますよりよねそしてそのうちの「宅地建物」ってのは何なんですかってのを今回見ていきたいわけです。で次回はじゃあ取引って何なの業って何なのってのをちょっと見ていきますけどもねまず今日はこの宅地建物ってのは何なのかっていうところをまあ見ていきましょうというところになります。はい それがですね、えー、13ページからのところなんですけれどもまあ結局最終的にですねこちら、えー、19ページのところに、まあ、全部まとまってるんですけどもねはい、えー、19ページのところに全部まとまってはいるんですけどもまあちょっと今回はこっちでいきましょうかはい13ページのところから見ていきたいと思いますそれでは、えー、13ページ参りましょう 宅地っっててなんででしょうかっていうかいお話です。宅地というのはまず1番目現在建物が建っている土地それから2番目建物を建てる目的で取引する土地、まあ、つまりだから今建物が建ってるそれかもしくはこれから建物を建てようとしているもしくは3番目用途地域内の土地 なんですねでこの用途地域内の土地って何なんですかっていうとこれあのー、細かくはですね詳しくはですね、えー、法令上の制限というところでやっていくんですけれども要は用途地域って町づくりしようとしてですねここは、えー、住宅地にしましょうとかここは商業地にしましょうここは工業地にしましょうっつって決めてる場所のことです。えー、ってことは分かりますよね。ここここここはははは住宅地地ししここ地ににししここにしましししししまままょょょううう商業業工い 共通しているのは何ですか。そう、どれにしろ建物を建てようという気満々の土地ですよね。わかります。えー、建物を建てようという気満々の土地、これがだから宅地なんですよ。いいですか。今建物が建ってる。これから建物を建てようとしてる。えー、建物を建てる、えー、目的になっている土地。そのうちのどれかってことですよね。えー、ですので、えー、まあ、将来的に建物のための、えー、使う土地全般ってことになるわけですよ。 でここにいくつかちょっと押さえておいてほしいのはまず建物を建てる目的で取引する土地というところで、えー、考えていただきたいのは等規模上の地目って結構無関係だってことあのこれも引っ掛け問題によく出てくるんですよ、えー、あの実際には建物は建ってるんだけども等規模上は宅地ではなくみたいな感じになっていてもそういう宅地です はい。だって実際建物建ってるんでしょ。え、宅地です。あの等規模上の地目っていうものに惑わされないでくださいってことです。等規模上の地目というものに惑わされないようにしてくださいというところですね。でそれから次です、えー。用途地域内の土地の中であっても、はい。現在道路公園河川それから広場水路、えー、これにあるものは宅地ではありませんというところになりますね。 はい、まあそれをですねまあ暗記法としてまあめっに出ないんですけど、えー「コーヒーどうもすいません」というふうに覚えるとまあ覚えやすいですよというところですね。えー、まあなんかあのねがっつりページ数取ってる割にはそんなに出ないんですけどまあね、えー、これもちょっと心の片隅には入れておいてくださいと、えー、いうお話でございます。 はい、それから建物とは何でしょうか？っていう話なんですけども、建物まあ、これはあのまあ、皆さんがイメージする建物でまあいいでしょう。ということなんですけれども、このまたの後ですね。これ。これも何回か出る出てるんですよ。共有会員制のリゾートクラブ会員権、えー、宿泊施設等のリゾート施設の全部。または一部の所有権を会員が共有するものの、売買これって建物扱いになるので気をつけてください。いいでしょうか？まあ、リゾートクラブの会員権も。 建物ととしてて扱っいいくんだぞということです、ね、えー、まあねその所有権を会員が共有してるわけですからね、まあ、そうなるでしょうというところまでまあ押さえておくと強いかなという感じですね。はい さあよろしいでしょうかねこれが宅地建物だからまず宅地建物なのかどうかをちゃんと検証していく必要があるわけですよねでまあ次回取引それから業そこを見ていっていただけるとまあだいたい宅地建物の取引業、えー、イエスはノーっていうところを識別することができますまず今回は宅地建物っていうのはどういうものなのかっていうところまで、えー、しっかり抑えられるようにしておいてくださいよろしいでしょうか それではこの続きは次回やっていきたいと思います20分で短いですねはい、それではまた第2回目の講義でお会いすることにいたしましょう皆さんお疲れ様でした